ヨハネの目白く六章の前に乗る者、アルブレヒト・デューラーが関南時代、大関南時代とは、イエス・キリストの言葉で、新約聖書、マタイによる、福音書24章21節に、大いなる関南あらんと言われているものである。キリスト教習末論のうち、これが未来に起こるとする立場では、地上を大きな関南が襲い、神に従う人が、 世界的な迫害を経験する時代である。これが過去に起こったとするプレテリストの立場では、ローマ軍が70年にエルサレムとその神殿を破壊した時にすでに終わったとする。キリスト教神学における未来主義の観点では、観難時代とは比較的短い期間であり、すべての人が世界的な困難、迫害、災害、飢餓、戦争、苦痛、 苦難を経験することになり、その影響は、すべての非造物に及び、イエス・キリストの再臨に先立って起こるものとされる。観覧前、景挙説支持者は、神に従うことを選んだ者が、観覧時代の前に景挙されるとする。一方、観覧後、景挙説支持者は、景挙は復活と同義であり、観覧時代の後に、景挙が起こり、クリスチャンは、 関難時代を通らなければならないとする。未来主義の立場を取るディスペンセーション主義者は関難時代はイエスの再臨の前かつ終末の時期に起こるとする。この観点では関難時代はユダヤ歴により1年を360日として7年間続くとする。そして関難時代の後半を大関難時代とする。その根拠は ダニエル書旧章27節及びマタイによる、福音書24章15二節21節に、言及されているように、期間の後半に、荒らす、忌まわしいものが、生贄にと捧げ物を止めさせその後に、大きな苦難がある、と記載されていることによる。この観点においては、7年の期間は、ダニエル書旧章に記載されている70週の予言の1週間と、同義とみなされる。 それぞれの州が7年間を表すと理論付けされており、アケメネスはサペルシアの大王アルタクセルクセスが、エルサレムを再建せようと命じた時を起点としている。ダニエル書の予言には、7州と62州の後に、メシアが立たれると書かれており、時期的にキリストの死と一致するとされる。またこの時点から70州は中断されており、 残りの一週間は未だ成就していないものと、みなされている。こうした期間は、聖書の他の箇所も根拠にしている。ダニエル書十二章七節に書かれている、一時と二時と、半時は三年半と、解釈されている。ヨハネの目白録十一章三節には、千二百六十日間、と書かれており、十一章二節、十三章五節には、 42ヶ月の間と書かれている。なおユダヤ歴では1ヶ月を平均30日として数えるため、42ヶ月は1ヶ月を30日として計算すると1260日であり、3年半となる。また、ダニエル書12章11節には、1290日という期間が書かれている。この解釈は、一つは単純にウルーズキを挿入したものであるか。 予言に関連した別の計算があるか、千年王国の前の準備期間とされる。未来主義支持者の間には、観覧時代の間にクリスチャンに起こることについて、複数の異なる観点がある。観覧前、景挙説及び観覧期中、景挙説では、景挙とキリストの再臨は別々の出来事とされる。一方で観覧後、 警挙説ではこの二つは同じものとされる。観覧前、警挙説及び観覧期中、警挙説では、キリストの来臨は初臨、発輪、警挙、再臨の三回あることになる。カトリック教会では、キリストの再臨の前に、最後の杉越、または、最後の、煉獄があり、その中で、教会は、多くの者の,の信仰が揺るがされる最後の日の中を通ると教えている。 一般的に、カトリック教会、各種の正教会、聖公会、あるいは、より初期のプロテスタントでは、恵居という用語を用いず、また無千年王国説を支持している。この観点では、千年王国は、教会での活動や生活に表される、キリストの統治の象徴的な期間とみなされる。それはペンテコステに始まり、最終的に、キリストの再臨に至る。 そして、それが、現在の教会時代が終わる、際の、単一で永遠の最終的な帰結である、とする。プレテリストは、これが、ユダヤ人がイエスを拒絶したため、ユダヤ人に下った裁きであり、70年に、ローマ帝国軍がエルサレムとその神殿を破壊した時、すでに起こったとする。これは、マタイ 24, マルコ 13, ルカ21を根拠とする。 この立場では、関難をユダヤ人に限定することにおいて、プレテリストに似ている。ハルマゲドンは、すべての人類に対する神の怒りであるが、関難時代は、ユダヤの民に限定される。しかし、これを、今日の出来事の予言としても見る。マルティン・ルター、ジャン・カルバンら宗教改革者は、反キリストである、ローマ教皇とイスラムの脅威を関難と見た。 また現代も観覧が続いているとする立場もある。ありがとうございます。